なりリトカフィです Pag-upit din siguro. Kaya kayo mo iro. Kaya kayo ito i-dating. Pag-upit pala kayo eh. Maglakad kami mo pin eh. Kapag.初めてでしょ。いつも順番。ラオポギ。で、メコンテンボハ。Iba naman yung buhok mo. Asawa, awa na ka na. Sandal ka lang sa mukhang magulo, baka hindi magpantay yan. Ito tinibulis na. Wow! Sira dati. Tangkal mo sa baka mga tikim. Meron pa dito sa mga tikim. So, meron pa daw, di pa tapos. Ano kayo ko? Tatawa. Sumbaw! Ba't?
Ma, ano yung liig mo? Ay, yung batok mo? Ay, parang nakin. Nalalagumaboy.今日はサウナに来ました。初めて来るとこですね。こないだ来たとことはまた別。お友達と一緒です。ここが受付ですね。これからはい、僕サウナだけです。こちらが男性、こちらが女性。今ね、はい、ルーカス邸に来ました。僕の知り合いのね、ルーカスさんがね、今新築中なのでね、見に行こうかっていうことで来ました。はい、まだ土台を作ってる感じですかね。ここね、全部で400平米あるらしいんですよね。ちょっと上から見ますか。こちらが外階段。外階段でかいよね、これは。外階段、こっから2階になると。で、この先に家が できてくるんですけど、2階がルーカスさんの部屋になるっていうことで。どうですか、この広さ。今ね、端っこに立ってるんですけど、400平米十分ですよね。広すぎる。すごいね。はい、この方ルーカスさん、皆さんご存知でしょう。サシさんのね、チャンネルでも何回か出演されてる方です。フィリピンに来てもう何十年もね、フィリピンにいるんですけど、成功者です。はい。ここはパンパンガのメキシコってとこだね。はい。ここにね、豪邸ができてくるわけですよ。そして周りこんな感じ。もうね、この隣も土地は売れてるらしいです。まだ手をつけてないみたい。そして裏もこんな感じ。まだまだね、この辺、うわ、牛がいる。カラバオっていうの、これ。カラバオがいる。びっくりした。まだね、この辺、土地的にね、まだ安いので、ね、気がある方、この辺、メキシコ、パンパンガのメキシコでね、土地を探したら、まだまだ見つかりますよ、この広い土地が。いやー、今んとこ
僕の夢ですね、一戸建て、フィリピンで一戸建てを持つということは。大工さんが頑張ってます。Hello. はい、これはセメントの塊を作ってるところだね。ここからセメントを流し込むという。いろいろ材料があります。ベイビー、オッケー、ベイビー大丈夫だから、雨だけど一日分出しちゃうと思う。あ、休みじゃんしね、もういいよ。じゃあまた気持ちよく働いてくる。はいはいはい、だから知れてるじゃないですか。まあね、5000円ぐらい全員でね、はい、5000円を多めに払ったらまた次の週ちゃんとやってくれるから。あ、なるほど。そこを細かくやっちゃったら絶対無理。はいはいはい、悪い考えになっちゃうんですね。いなかったらサボるとかね。そうです、まあこの中でもリーダー格っていうのはいるんですか。1人。ああ、さっきの、はい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 、これが全部ですね、溶接から全部からできるんだ。あいつの話もついてる。この人ね、うん、この方がリーダーらしい。何でもできるみたい。おお、バケット、バケット、バケットプートル。ああ。ジャパニーズはここ。フィリピンここ。人が良さげな人です。ね、まあルーカスさんも人の使いがうまいからね、多分いい人にはいい人が集まってくるというねことですよ。楽しくやってるもんね。はいはい、そうですね。食事のためにこんな休憩室まで作って、はいはいはい、なそのためにこれを。そうですよ。これだ。だからいいよねって。やっぱこのね木の使いがね。本当に違うから、ね。はいはいはい。なるほど。それはいなくても働くわ。だから結局あと自分たちでどうなったの。はいはいはい、そうですね、終わった後ね。はいはい、なるほど。いや早くここでバーベキューやりたいですね。ね、そうなっちゃうやりたいでしょ。はい、やりたい。これもいいよね、バンブー。バンブーハウス、これすごいですよね、本当に盛らない、不思議ですよね、本当にどんな雨でも盛らないですもんね。いいよね、作り方が、はいはい、これね、本当はここは外側のこの壁だけにしようねという話でやりだしたんだけど、はい、止まんなくなっちゃった。いや、ジャブカジャって。なるほどね。これが大変ですよ。まあね、出るのは大変です。出来上がりまでが多分5ミリオンぐらい。5ミリオン、うん、5ミリオンっていうと、1200万ぐらい。そんなにやっぱりかかってしまう。自分の思い通りしたらね。あ、もうどうでもいいや、そんなかかんないだろうね。はいはいはい、5ミリオン。いやでもやっぱりなんだろう、日本人感覚で家っていうとやっぱりそんくらいの値段ですか。日本人感覚で家、自分が年食ってから、はい、65歳ついてるわけですよ、はい、
ね、狭いところに住みたい。やばいですよね。やっぱり。ね、どこでしょ。ハンモックで寝たい。ね、だからそれ考えたらやっぱし、それぐらい使った方が。図面ないんだもん。あ、図面がない。ないよ。っていうと、もう頭の中入ってる。ああ、じゃあルカさんがある程度書いて、ポジションこうだよって簡単に書いてポンチ絵で。それでここまでできちゃうっていうこと？そうですよ。じゃあ聞いて素人で。そうですよね。こんなポジションだよ、これ。これポジション。まあいわばこれが図面。図面。階段ここよって図面。あとはルカさんが説明して、そう来てね、みんな分かってくれると、うん、あ、怒んないでしょ俺。いやでも家作りに図面がないっていうの僕初めて今僕ちょっと長年建築関係やってましたけど、頭の中、うん、すごいですね。そう、自分でだから頭の中で考えて、ここも本当はあそこのほら階段のとこから下部分と思ってるね、はい、2階にしちゃおうと思ったんだけど、はい、やめてちょっと引いて窓つけようと思って、風通しよくするのに1階が。なるほど。1.5m 引けっつって。それを考えられるルカさんもすごいよね。そんなことないですよ。これ何ですか、ジュースですか。パワードリンク。ああ、清涼飲料水。元気のもと清涼飲料水。清涼ですか。ビビー肌だけ。あれはでき、歯が折れる。ブロッケンなチーク。歯がない僕には無理ですね。歯で開けるの。これで逆に向こう埋め戻して培ってきて、でコンクリート1本こう、うん、お外にまずで、また中に全部で10 21本ぐらい柱入るんですよ。はいはい。21本柱多くないですか。多いんですよね。多いんです。何でも倍倍。ブロックがほら全部入ってるじゃないですか、はい、2つのブロック2本ずつ鉄筋が、はい、ダブルで、うん、こっちあのシングルですもんね。シングルだけじゃないですよ、もっと間引いてますよ。はいはいはい。100ピッチぐらい、なんかこっから見ると100ピッチぐらいで入ってるような感じですけど。丈夫です、ね、ちょっとやそっとじゃ壊れないと。大体いつ頃の予定なんですか。来年の5月ぐらい。来年の5月、うん、全部。来年の5月完成したらまた来ようかな。5月だから完成したらグランドオープンで、はい、ここで昼飯。ああ、いいですね。はい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 。いやでもこの前の通りびっくりしましたよ。どこ？ルーカス通り。ルーカスビー。これはすごい。どうぞ、あのバランガイからバランガイアドバイザーになってほしいって言われてるから。ああ、なるほど。この名前を全部俺が決めるんだって。ああ、最高じゃないですか。富士山通りとかね。それは面白い。渚通りとかさ、はいはい、六本木通りとかさ、芸者通りが面白いですね。有名ですね。これでもね、俺一回作ってるから前家を、はいはい、分かってるだけで、はい、初めてやる人は分かんないと思う。ああ、かもしれないですね。どこで何かっていうか。はいはいはい。どうしたらいいんですか、そういう時って。え、僕に聞いてください。あ、ルカさんに。何でも。はい。親戚とかほら親兄弟、はい、昔だったらぼったくられちゃう。ああ、なるほど。小遣いになってるから。はいはいはい。親兄弟、職人さんもどうですよ。やばいですね。この今の職人さんはどこで。バランガイ紹介。
あ、なるほど、一番安心だ。でその中で、デキに2人残したんですよ、緑の2人。はいはいはい。で、キーから、こいつらが給料を700ペソだったの、メインがね、はい、だったのを800ペソで今ですか。で、サブの方が500だったのが600。あ、なるほど。で、こっちの大きい人が今度600で、ちっちゃいのが500。あ、やっぱり人によって違うんですね。できる人、できない人で。そりゃそうです。はい。格差つけたみたいな、そんなもんか。そうだ。あ、そういうことね。ね。前は敵の悪いのがね、4人ほどおったもんね。おったもんね。はいはいはい。